おっす、ほら、ほも、新宿二丁目最強のバルク、はーい博士分です。どうも皆さん、こんにちは。あー、もう3月折り返しを過ぎて、もうすっかり暖かくなりましたね。もう春ですね。そろそろハガパーカーも暑くなってくる頃なので、衣替えかなという時期なんですけども、今日話するのはすごい重要なことなんですけど、何回でも言ってやるけど、俺は野獣先輩じゃありませんっていう話をしていこうと思います。もうね、この話で何回も取り上げてるんですけど、未だにね、動画をアップするたびに疑惑が出てくるんで、まあ、今年も言わせていただくんですけど、僕は野獣先輩ではありません。この疑惑が浮上してから、まあ、僕の目標はね、野獣先輩を超えるってね、まあ、ずっと言い続けてきました。で、一昨年と、まあ、去年もこのお話しさせていただいたんですけども、最近僕のチャンネルをね、まあ、登録してくれる人が、まあ、たくさんいてくれて、で、この人もしかして野獣先輩ってね、コメント、お話がめちゃくちゃ書かれて、溢れてて、極めて遺憾であります。なんで20年近く前に流行ったゲイビデオの人が俺なんだよって、こいつらチンパンジー以下かってね、感じなんですけども、頭チンパンジーか、そんな感じなんですけども、ドラゴンボールのね、まあリクームにしか見えないっていうね、まあ意見も多いんですけど、まあ最近はね、岸田流星さんですかってね、コメントいただくので、まあ今回は、まあ、僕は野獣先輩じゃありませんよっていうね、話を中心にいろいろとお話ししていけたらなと思います。じゃあよろしくお願いします。きっかけは去年の11月末なんですけど、YouTube でね、女性のファンの家に泊まりに行って一夜を過ごすっていう企画を撮ってきたんですよ。そしたら、もの珍しい動画だったのか、まあ再生回数は当時ね、他の動画と比べたらすごい伸びたんですけど、批判というか疑惑のコメントがたくさん寄せられたんですよね。お前本当にゲイなのか。とか、ビジネスゲイだったんですね。とかね。あ、でも僕から言わせてもらうと、まあ、皆さんにね、認知していただく何年も前から、まあ、ずっと YouTube やってて、ずっとね、ビジネスゲイを演じて名乗っていたんだとすれば、俺辛すぎじゃないってね、いう話じゃないですか。っていう感じなのと、仮に男と一緒に、まあ、それねしてる動画出して、誰が見るねんっていうね、感じなんですよね。俺がよっぽど、まあ、美男子で、最近ね、腐女子っていう部類の人らがハマっている BL?ボーイズラブを連想させるような面構えだったら、まあ、自然と登録者はね、女性が集まってきて、男同士イチャイチャする動画出しても見られるのかもしれないけど、もちろんそこまで考えて書いたコメントではないですよね。僕が本当にゲイなのかどうか、皆さんが知るには、僕のプライベートな時間を一緒に過ごすしか無理だと思いますので、まあ、そんなコメントはね、もう仲間内でもう笑い話になってます。話をまとめると、僕は正真正銘のゲイです。今回で紹介するの、実は3回目なんですけど、僕のね、チャンネルを登録したばっかで、僕が野獣先輩に関して触れてる動画を初めて見る方、多いと思いますので、再度ね、紹介させていただきます。野獣先輩とは、ゲイビデオ男優ですね。で、年齢が24歳です。これは、1999年の当時の年齢なんで、なんか、有名な野獣先輩の顔あるじゃないですか、写真。あれは多分1999年当時の写真なんですよね。あの時彼が24歳ということで、まあ今、46歳になりますね。18歳差です、僕と。で、お名前が、まあ、これ言っていいのかわかんないんですけど、本名かわかんないんだけど、田所浩二さんっていう名前らしいです。明らかにはされていないんですけど、まあ、ネット上ではこう言われています。職業が学生らしい。身長170センチ、体重が74キロ。で、趣味がトレーニングという感じで、ビデオの出演作が、真夏の夜の陰夢第4章っていう作品と、誘惑のラビリンス、空手部、性の裏技っていう作品と、ザ・フェッチ、ボリューム3っていうのが代表作らしいですね。他にもあるかもだけど。名言っていうのがあって、まあ調べてみたら野獣先輩って名言たくさんあって、ここでは紹介しきれないんですけど、聞いたことあるなって思ったセリフはファですね。あと行き過ぎっていうね、あと屋上で焼いていかないみたいな、日焼けしていかないみたいなセリフもあるらしいんですけど、まあ意味はよくわかんないです。まあ知ってる人いたらね、まあぜひコメントしてください。で、なんで数いるゲイビデオ男優の中で野獣先輩が有名になったのかと言いますと、他の男優にはない迫真の演技と、あと絶妙な汚さがリスナーの心を掴んだみたいですね。僕は男臭いのはまあ好みではないので、心掴まれることはないんですけど、野獣先輩の名前の由来なんですけど、彼の出演していた昏睡レうーん、野獣と化した先輩っていう作品名から取って野獣先輩と呼ばれるようになったらしいですね。次に、YouTube に来た面白コメントを紹介します。野獣先輩に触れた動画を出すと、なんか毎回ね、面白いコメントをいただくんで、ちょっと今回は、ね、それを紹介しようと思います。まず一つ目に、先輩何してるんすかってね、おい誰が先輩やねんって
野獣先輩じゃないわって。でもね、座布団1枚あげたいですね。で、次に、野獣というよりビーストだよねって。いえ、急にかっこよくなるんで、やめてください。照れますよって感じ。次に、まさかの陰務営業で草。この動画ね、別に企業案件で、なんかゲイビデオの企業の方から紹介してください、話題あげてくださいって言われてるわけじゃないんで、これ案件じゃないんで、安心してください。次に、野獣先輩越すのはスカイツリーより高い壁なんだよ。野獣先輩を越すのは、吉田沙保里に勝つ波に無理なんだよなってね。いや、お前吉田沙保里さんと戦ったことあんのかいって感じです。次に、世界で初めて野獣先輩を熱く語った人間、ハガセブンって書かれました。野獣先輩、もしこの動画見ていましたら、ぜひコラボしてください。よろしくお願いします。次に、ハガセブンがゲイビデオに出たら絶対買います。俺ゲイじゃないけど、絶対買います。出ないです。で、最後に、本当に嫌なんですが、と言いながらまんざらでもなさそう。それあなたの感想ですよね。次に、似てると言われる人物一覧を紹介いたします。まあ、野獣先輩はさすがに ネタだと思うんですけど、結構ガチで似てるとね、言われる人物、もしくはキャラクターを、まあ、再度またまとめていこうかと思います。毎年野獣先輩の動画をね、上げるたびに、新キャラが出てきて、本当にいい加減にしてほしいなって思いますね。じゃあ、まず一人目、岸田流星さんです。この方は、実業家なのか、画家なのか、ちょっと調べてみたんですけど、そんな感じですね。悔しいんですけど、めっちゃ似てます。今描けてる丸メガネもそうなんですけど顔の形とかもうそっくりでマジで悔しいんですけど似てますね。笑っちゃいました最初。二人目、ご飯ですよの人、三木のり平さんっていうらしいですけど、あの漫画のキャラクターの方ですね。ご飯ですよってね、なんかこれ瓶に書いてある人ですね。今かけてるメガネの前になんかもっと黒縁のメガネかけてたんですけど、そのメガネをかけてる時にまあジム仲間に言われたのがきっかけですね。メガネしか似てないと思うんですけどね僕は。三人目に、ドラゴンボールのリクームです。これ多いですよね。悔しいけど似てる、まあ、僕の顔を誇張したらリクームになりますね。マジで悔しいけど、僕おでこが長いんですよここね。それに加えて、まあ、体が筋肉質なのでどうしてもねリクームっぽく見えてしまうんですよね。髪を赤髪に染めたらマジでもそれです。4人目に、前田健太さんです。メジャーリーガーですね。顔ですかね、なんか前剣ファンにまず謝ってほしいですね。はい。で、5人目にジョン・シナです。これはアメリカの WWE のプロレスラーですね。今現役なのかなちょっとわかんないですけど、18歳の時の免許証の写真がマジでジョン・シナでした。当時好きだったんだけど、なんかリストバンドとかしてねジョン・シナの真似はしてたんだけど、まさかジョン・シナに似てるとは言われるとは思ってなかったですね。6人目にムーミンです。黙れって感じ、うるさい。7人目にガンコちゃんのパパです。もう人間じゃないねこれもね。で、最後に、岡田武史さん、岡田健二さんっていうのかな、岡田武史っていうのか健二かわかんないけど、調べてみたらマジでイケメンでしたね。これ眼科行った方がいいんじゃないかってレベルだったんですけど、岡田武史さんは中学生日記っていうなんかテレビに出てたのかな。でもね、これマジで言われるんですよね。数は少ないんですけど、コメントで書かれてたり、あとリアルで対面した人に岡田武史さんに似てますねっていう人はちらほらいるんですよね。なんかびっくりなんですけど、一人じゃないんですよ、何人もいるんですよね。岡田武史さんに似てると思います？俺は似てないと思うけどね。ちなみにですね、今僕100キロぐらい、まあ、減量中だけど100キロあるんですけど、もう10キロ近く落ちると PDS 株式会社のダンテさんっていう方に似てるらしい。あとタモシンゴ、あとこれはマジでファンの方々にコメントした人謝ってほしいと思うんですけど、エグザイルのナオトさんに似てるって言われたんですよね。僕一昨年減量してて93キロの時に茶髪にして、そんで髪伸ばして、で写真撮ったら似てるって言われたんですよ。謝りましょう。次に、実はゲイビデオ出演オファーが来たことあるっていう話をしたいと思います。僕が野獣先輩じゃないのは当たり前の話なんですけど、過去にゲイビデオモデルになりませんかっていうね、勧誘のメッセージをいただいたことあります。ゲイビデオモデルの他にも、売り線ボーイになりませんかってね、お誘いも何回もあります。売り線とはゲイ用語なんですけど、男が男を買うゲイのそういうお店のことです。僕はどのお誘いにも、まあ、丁寧にお断りさせていただきました。あと、何の希望を持って送ってるのかわからないんですけど、僕のことをハメハメしてくださいっていうね、まあ、DM が年間通して何百件もね送られてくるんですけど、それも対応できません。ごめんなさい。今に始まった話ではないんですけど、現役のスポーツ競技者、フィットネス競技者でゲイビデオに出る選手がね、多すぎですよね。僕も筋トレ界隈とホモ界隈に今身を置いてるんで、いろんな情報が入ってくるんですけど、ちょっと判断が浅はかじゃないかなって思います。別に出るのがダメって言ってるわけじゃないんですけど、あまりにも知ってる人が多いんですよ。どんな理由があって出演してるのか、その経緯も知らないんですけど、特に面白かったのはですね、ゲイのことをね、ネットで散々批判してボロクソ言いまくってたくせに、過去に自分はゲイビデオに出てなんかやられちゃってる人とかいましたね。名前はもちろん出しませんけど、僕より若いフィジーク選手でしたね。
僕が断った理由なんですけど、写真や映像としてネットに出ちゃったら半永久的に記録、あと証拠として残ってしまうということを考えると、これから僕がその活動のね場をどんどん広げていくにあたっていいことが全くないんですよね。しかもネット上からそのデータを消したとしても、写真や動画っていうのは保存されてデータをこの世からなくすっていうのはもう無理に等しいと思っています。だからビデオモデルとして作品に出演して体を晒すっていうのはそれ相当のリスクがあるんですよ。でもこの話も何回もするんですけど、僕はビデオモデルや売り線ボーイの仕事を否定してるわけではないです。何回も話してるので今回は割愛するんですけど、僕の友達で売り線やってたり、売り線の経験があったり、あとセクシービデオ男優してる人もいるし、立派なサービス業だと僕は思っています。では最後に、僕は野獣先輩ではないよっていう話のまとめをしたいと思います。僕はね、野獣先輩ではなく、ごく普通の YouTube をやってるしがないホモであります。この話も3回目なんだけどね。でも野獣先輩はゲイとして大先輩ですし、まあ、ホモ界隈だけではなくて、まあ、一般庶民にもね知れ渡っていて、まあ、野獣先輩は神格化されています。神ですね。彼を越すっていうのは並大抵の努力では無理だし、まあ、YouTube やね、まあ、ネットで成り上がっていくしかないんじゃないかなと僕は思っています。で、話を戻して、そもそも野獣先輩は20年前のゲイビデオ男優さんなので、彼の年齢は現在46歳のはずなんですよ。で、18歳年の差が離れているので、まあ親と子供のね関係でもおかしくないレベルなので、野獣先輩が僕本人っていうのは常識的にはありえないですよね。顔が似てるだなんて僕は認めないです。マジで野獣先輩は別の人なので、マジで勘弁してくださいということで、今回の動画はこれで以上です。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でね、まあいろんなコメント待ってますんで、ぜひ何でもかんでも書いてください。待ってます。今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おーい。